はい、本日はですね、あ、もうこれ違う、そういうのじゃねえや、お邪魔しますね。あ、じゃあ伏せかけて俺が切るスリッパ、うちのスリッパ違うから、おかず違うから、こっち込みないでいい。よろしい。お前が面白すぎたから、ちょっともう一回お願い。今のでいい。ごめん、本当にごめん。わかるわ、ドアフォー。とりあえずちょっとどうやって飛ばすかをね。お酒とか結構飲むんですか？俺結構家で飲むんですよ。何飲むんですか？ビールのでっかいタンク、わかります？シボポン。おし。あ、もうちょっとあげていいや。なんだっけ。見えないから。ボス、お主の来たい。オス、初めてお主の家に来たぞ。ゾイ。新年会。はい、バギナちゃんとしたね、回答もあんまりね、この言葉を使う人いません。友達との会話でもね、この言葉言う人いないです。近い社会、あれをよく使います。この言葉はね、あまり使いません。さっきの近い社会の言葉ありますよね、あれはよく使います。こちらの言葉、そう、あまり使いません。何緊張してんの、初めてこういうとこ来るの。と、今回はね、ご視聴ありがとうございました。格言をね、一つね、好きな子に告白するならディズニーランド、初デートディズニーランド、なんで行っちゃいけないか知ってますか？待ち時間が長いから。そう、会話が続かない。私たち5年付き合っていますけどね、どっか行くとね、会話しませんか、基本的に。会話ね、しないことがね、悪いことじゃありません。最後にユミさんの会社の会話をね。それはどっちが言ってんの？え、二人の会話したんだよ。社長怒んないよ。怒んないよ。社長何やってんの？社長も怒んないよ。もう終わりでいいですか？あうばよもう来た。切ってないよ。切って。